アフォンソ一世、アフォンソ一世、アフォンス愛、1109年 ?1185 年12月6日は、ポルトガル王国を建国したブルゴーニュ王朝、ボルゴーニア王朝の初代ポルトガル王、在位、1139年から1185年。エンリケの子を意味するアフォンソ、エンリケス、アフォンスアンリックスの名前でも呼ばれる。父は、ブルゴーニュ家出身のポルトカーで吐 エンリケ、フランス5名、アンリ、皇位を継いだ、ユーグ一世、ウード一世の弟。母は、カスティーリアイコールレオンをアルフォンソ6世の娘テレサ。主君筋にあたるカスティーリアイコールレオン王国の混乱を利用して、独立を達成し、ポルトガル王国の基礎を築いた。1 1 9年頃に、ギマランイースで誕生する。父エンリケは、ミーニョ川とテイジョ川の間の地域を、 アルフォンソ六世から報道として与えられていた。1112年にエンリケが没すると、アフォンソは父の後を継いでポルトゥカーレ博になり、テレサが摂政として博領を統治した。テレサの支配下でポルトゥカーレ博領の支配領域は維持されたが、テレサはカスティーリアイコールレオ王国の女王である姉の裏かに、服属しなければならなかった。 同時期のカスティーリイコールレオン王国では、ガリシア王国の最高を図るトラバスケ、ブラガ大司教区に勢力を広げようとするサンティアゴ大司教らが、ポルトゥカーで白領への進出を企てていた。1121年、トラバスケの当主、ペドロ・フロイラスは、息子のフェルナンド・ペスをカフとなったテレサと結婚させる。こうした、状況下でポルトゥカーレの貴族は、トラバスケの従属を拒み、 領内の司教たちは、サンティアゴ大司教の進出を苦々しく思い、彼らは協力してガリシア派に抵抗していた。裏家の後を継いで、カスティーリアイ・コールレオン王に即位したアフォンソの重刑、アルフォンソ7世は、1127年に、テレサに、封建的義務の履行を承諾させる。ギマラウイスのアフォンソは、カスティーリアイ・コールレオンから包囲を受けて降伏し、 アルフォンソ7世に真珠を誓った。1128年、この年アフォンソが歴史の表舞台に初めて現れる。アフォンソはガリシア貴族と結託するテレサに不満を抱く、ポルトガル貴族から支持を集め、同年6月24日にギマランイース近郊ので母とフェルナンドペスラガリシア派を破り、彼らをガリシアに追放した。以降、アフォンソは ポルトガルの独立、教会自治権の獲得、イスラム教徒からの国土回復運動、レコンキスタを目標に定めて活動する。アフォンソは、権力の基盤をより強固にするために、聖職者に働きかけ、アルコバッサ修道院や、コインブラのサンタクルース修道院を保護し、ブラガ大司教を支援して、トレド大司教に対抗させた。また、ナバラ王国と同盟を結んで、 カスティーリアイ・コールレオンに対抗した。1131年に、アフォンソは、首都を、記事のギマランイスから、コインブラに移し、コインブラを拠点として、レコンキスタを指導した。首都の移転により、ミーニョ地方の貴族の影響下から脱することが出た。1135年にアルフォンソ7世は、全ヒスパニアの皇帝を自称したが、アフォンソは、 皇帝の即位の式典に姿を現さなかった。1137年に、トゥいで、アフォンソはア,アルフォンソ7世と条約を結び、真珠を誓うが、両者の関係は、間もなく悪化する。アフォンソは、カスティーリアイコールレオンの他に、南部のイスラム勢力とも戦い、領土を広げた。1139年7月25日にオーリッケの、戦いで、村阿ビ都庁に対象を収めた後、 アフォンソは、ポルトガル王を称した。王立家の勝利後、アフォンソはゲルマン人の習慣に則っ,って、盾の上に立ち、喜びに湧く戦場のすべての騎士から王に、選出されたと伝えられている。後世、王立家の戦いにおいて、アフォンソが十字架上のイエス・キリストから勝利の予言を、受けた、建国神話が作られる。国王を称したアフォンソは、独立を勝ち取るため、主君である、 カスティーリアイコールレオン王国と争った。1143年、カトリック教会の仲介によって、サモラ条約でポルトガルとカスティーリアイコールレオンとの和平が成立する。この条約によって、カスティーリアイコールレオンへの軍事援助が条件として課せられ、ポルトガル王国の独立が承認された。皇帝を名乗るアルフォンソ7世にとって、王の称号を持つアフォンソを進化に置くことは、 自身の権威を高めることにつながるため、アフォンソの称号の使用は容認できるものだった。そして、アルフォンソ7世は、ポルトガル王国もナバラ王国やアラゴン王国と、同じように、カスティーリアイコールレオンの創始権を、ある程度認めていると得たが、アフォンソは、カスティーリアイコールレオンから独立した君主として、振る舞った。アフォンソは、カスティーリアイコールレオンと対等の地位に立つために、 ローマ教皇に風神的な従属を誓い、1145年にサモラ条約に同席した教皇の特使を通じて、ポルトガル領土を寄進する、封建申請書提出した。教皇に自身と子孫の神獣のほか、毎年4オンス、約120グラムの金の寄進を約束した。しかし、この行動は、アフォンソの主君にあたるアルフォンソ7世への裏切りに当たり、 イベリア半島のキリスト教徒の団結を望む教皇に、とって望ましいものではなかった。アルフォンソ7世は、教皇ルキウス2世の寵愛を受けており、ルキウス2世は、アフォンソの行動を褒めて、寄進を受け蹴ったものの、王の称号と王国は認めなかった。1147年3月、イスラム勢力からサンタレンを奪回したことでアフォンソの、名声はより高まる。同年5月に、 イギリス方面から第2回十字軍に参加するため、出港していた文派がポルトガルに寄港した時、アフォンソーは彼らと協定を結んだ。ポルトガル軍と十字軍の文派は17週間に、渡ってイスラム勢力の支配下にあるリスボンを包囲し、同年10月25日にリスボンを占領するリスボン攻防戦。リスボン攻略後も十字軍の艦隊はしばしばポルトガルを訪れ、 レコンキスタに協力した。リスボン攻略後、イスラム勢力に対抗する防衛拠点を強化するために定所川流域への植民を試み、市東会にリスボンとレギアの間の無人地帯への植民を委任した。しかし、定所川流域の植民は進まず、人口の不足を補うために、テンプル騎士団に防衛を依頼した。テンプル騎士団の他に、セイヨハネ騎士団、カラトラバ騎士団、 サンティアゴ騎士団がポルトガルに入り、アレンテージョ地方のレコンキスタが進展する。1150年から1169年にかけて、アフォンソは王国南部に進出し、領土を拡大する。1157年にアルフォンソ七世が没した後、カスティーリアイコールレオン王国が二つに分裂すると、皇帝の称号は用いられなくり、アフォンソに課せられていた、真珠の義務は消滅した。 1158年、ポルトガルはアルカセルドサルを攻略し、アレンテージョ攻略の基地を確保した。こうして1168年までに、アルガルベを除いた、アレンテージョ全土がポルトガルによって奪還される。レオン王フェルナンド二世と婚姻関係を結び、1165年に、アフォンソの娘ウラカとフェルナンド二世は結婚するが、2年後に、ポルトガルとレオンは対立する。アフォンソは、 南半分の貴族が未確定であったガリシアに軍を進めた。1169年にポルトガル人冒険者ゴータンジェラルドがエストレマドゥーラに侵入した時、アフォンソはジェラルドの要請に応じてバダホスに向かった。だが、バダホスはイスラム勢力の援軍として現れた。レオン軍に包囲され、アフォンソは城からの脱出の際に片足を縄文に挟まれて、 あるいは落馬によって負傷し、フェルナンドに捕らえられた。アフォンソは釈放と引き換えに、ガリシアにおけるすべての権限を放棄し、ついとポンテベドラ・オレオンに割上した。事故によってアフォンソは、従軍が困難になり、軍隊の指揮権は王子三種に移った。1172年に、アフォンソは、ムワヒド町のアブーイコール・ヤークーブ・ユースフ一世と5年間の、休戦協定を結ぶ。 教会に大幅に特権を譲渡し、教皇への寄進の金を4ウォンスから2丸く、約約460グラムに引き上げた。1179年にポルトガルは、教皇アレクサンデル3世から、征服地の支配権を認められ、アフォンソと子孫は正式な王位を認められる。1185年12月6日に、アフォンソは、コインブラで亡くなり、遺体は、 コインブラのサンタクルース修道院に葬られた。死後、三種が多いを継承した。アフォンソ一世には1146年に結婚した、妻マファルダでサボイアとの間に設けた七人の子のほか、数人の婚外子がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。